はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。次は多分渋谷組になると思うので、まあカスタマイズはまたその時やっていきましょう。なんでこのまま次へ進みますと。あれ、またちょっと少ねえか。神羅の連中は駅前に向かった。見えるはずだ、君たちにも。ってことは3部隊に分かれてんの。ああ、上空から伸びる金の鎖か。温泉に出てきた大間の連中はサルベージは完了したとか言ってたよな。じゃああの鎖はどういうことって話よね。あのさ、そんな状況なのになんで俺たちはこっちに来てるんだよ。この場所もまた問題があるからさ、分析はできたかい、コスモス。はい、この区域、次元が非常に不安定になっています。不安定？別に変わったところはないみたいですけど。だからこそまずい。鎖のように目に見えるものじゃない分な。空間を補修する必要がありそうだ。手遅れになる前にね。キャプテンさん、そんなことができるんですか？コマンドチームのメンバーに天才がいてね、彼に作ってもらった補修装置が。空間の歪曲を確認、この付近と思われます。早速来ちゃった？どこですか？ん？向こうの地面、おかしくはないか？ワカサギでも釣れるのか？おお、まん丸の穴が開いた。シャドウじゃないか。あれ、この真ん中のアイスマンみたいなやついたっけ今まで。あ、あの人たちは。ご覧ください、踊り団です。竜宮城から帰れなくてな、踊りエネルギーが満ちるのを待ちここに来た。ぐ、しかし少々無理をしすぎたようだ。う、踊り疲れかよ、帰って寝てな。そうはいかん、この町ですべきこと成し遂げるまではな。何を企んでいるの、すべきことって何。当然踊ることだ。は？踊って踊って世界を開こうというのだよ。お気楽な野郎だ、勝手に踊ってな。こっちは次元がどうので忙しいんだよ。いや、やつを踊らせてはならん。ふんふんふん。どういうことですか？踊りエネルギーよ。何度聞いてもよくわからないエネルギーだが、愚かだな、昔の人間というのは。踊りエネルギーを未だ理解できんとは。そう、踊りエネルギーは存在する。それをこの安定しない空域に発生させたら、次元が避ける可能性がある。そんな穏やかじゃない状況なの？わかったかね？我が踊り団の目的は全銀河を踊らせること。踊りウイルスを開発するという壮大な野望は一体どうしたのでしょうか？状況が変わったのだよ。もっと直接的な方法で行こうと思ってね。さあ、あらゆるものを踊らせろ。いかん、奴らを止めるんだ。く、大間の連中を追い詰めるチャンスだというのに。じゃあちょっとカスタマイズを見て、うらら、どこに入れようかな。ちょっと交換しよう。ここに先生入れましょう。多分前回のマップでね、結構いろいろ装備を手に入れたっぽいんで、まずはストライター飛竜を、防御が上がるからこれでいいや。で、伝説の泡立て器はやっぱりね、つけときたいから、 SP アップするのはやっぱこれだろう。で、こいつ多分あんまり戦闘に参加しないんだけどな。231、ちょっと攻撃力弱いな。280、100くらい上がんな。ほい。うわ、こいつも攻撃力が若干弱いな。すげえ上がんな。うん、これでいいか。オッケー。あとはまたちょっと宝箱を見ないといけないんで、こっちの方はなくして、なんだ宝箱、ポストとかじゃないよね違うし、これでもないし、あ、これか、このアタッシュケースみたいなやつか。ここに1個、ここにもあるな。1個、奥とかにね置いてあったりするからね、たまに。屋上とかは？今回屋上戦はないかな？ってことは上に一人向かわせないといけないな。行くわね。バシロン向かわせるか。
で、上なんかね、増援出てきそうだな。そこれとこれと。この3人でちょっと上から攻めて、ここは正面突破。始めましょう。まあストライダー飛球がいるからなんとかなるでしょう。で、雑魚敵は前回と同じでそんなに強くないのかな。シャドウも1ターン目からガンガン来るな。これ壊せる？壊せんし。まあ攻撃していきますか。ライジングファイヤーと。ブロックありか。これで捉える。チャージショット。ピンポイント。燃えろ。足りないこいつ。てかこいつ硬い？倒せなさそうなんだけど。これで完成だ。キャプテンコルド。ミッションコンプリート。一度体勢を立て直すぞ。6300。始めましょう。ストライダー飛竜をちょっとおとりにしよう。こいつは安定して強いな。敵は打ち果たした。次は正義を示せ。で、アスフロンをこっちにやって、行きます。こんな感じでいきますか。反撃でダメージを与えとかないかな。こいつ黒いな。今が正義を貫くゼロゼロゼロファイヤーミサイルランチャーサイバーブルースターサイバーキャノンチャージショット正義の雷を受けろ。クロスブレイクするとだいぶ違うな。2000とか当たるから。敵の耐久力よ面白い。おお来る。雑魚的に紛れてきてる。コマンド了解。ミッション開始だ。テロゼロこのパターンでいうと2回クロスブレイクできると思ったらできなかった。さっきと何が違うんだ。攻撃方法は同じなのにタイミングか。倒せない。この銀のやつの方が強いな。黒いやつより大神を狙ってくるか。あんまり戦闘に参加していない大神さんを。プラズマサークル味わってね。やっけっけそーれハッピーブラックホール。ごめんね。飛んでけ打ちまくりです。おかげだ。おお、やっぱり黒は倒せるな。エリカ、クレープとプリンが切れちゃいました。銀の方が強いのか。ちょっと敵がワンサカいるんで、これ何匹入る？4体いけるな。相手が何人だろうと構わん。血に染まりし呪われた刀。ちょっと残ったやつがいる。まあ大神で攻撃できるし X でも攻撃できるから2800万いけるっしょ。幸せ暗黒球。失礼。次はポキッと。はい。こちらにも手伝ってもらおう。俺が合わせる。先に。それにかかれ。大勝利です。これも。何これ。このさ、ポールがさ、壊せないんだよね。いい感じです。正義は勝つ。このライトニングウェブ了解。ミッション開始。チャージ。イリュー、俺も後に続く。総攻撃強烈だ。ファイヤー。頼む。こちら受けてみろ。正義の雷を受けろ。キャプテンコルド。任務完了。敵の撃破に成功。で、まあ来るよね。ほほ、なかなかの戦いぶりだ。踊りエネルギーに満ちているぞ。え、いえ、踊ってなんかいませんけど。お構いなしに踊りエネルギーとして扱われています。ち、なんだよ、踊りエネルギーの定義曖昧なんだよ。ふんふんふん、そろそろか。そのエネルギー使わせてもらおう。おお、海洋拳を使い始めてきた。あ、やっぱね、こっちの方に来るよね。
わ、ビルに穴が開いた。あ、あれはおなじみ侵略武闘メカ、ココタピオカです。この穴は異世界もしくは異なる時代につながるワープホール。いっぱい出てきた。ウッサーだな。蒸気獣プレリュード、パリの怪人静岡、どうしてここに。今までどこで遊んでたんだ。忙しい時に限って出てきやがって、ウサギ野郎。確か前は遊園地の方のマーベルランドにいましたよね。うっさーん、その遊園地から直接来たピョンよ。え、どういうこと。こことマーベルランドがつながってるの。踊り団が教えてくれたピョンよ。踊れば踊るほど世界が広がるピョンとね。く、余計なことを。パリの怪人よ、さすがにいいエネルギーを持っているな。うっささ、伊達にライブには出てないピョンよ。こいつライブに出てんの。地蔵、踊りエネルギーを手に入れることがあなたの目的ではないでしょう。パリに力を送り込めればいいピョン。たとえよその世界からでもピョンね。お前、進んで次元を不安定にさせようというのか。それを制御できるようになれば何の問題もないピョン。甘く見るな。次元を操るなど簡単にしてはならないことだ。一歩間違えれば複数の世界を巻き込んで崩壊を起こすぞ。それを確実に可能にするのが大間の技術ピョンよ。こいつ、大間のウサギにマーベルランドで何か吹き込まれやがったか。うーさっさ、ここさえ抑えればあと一歩ピョン。そうはさせない、シゾウ。俺たちもここが正念場なんだ。ここで終わりにしましょう、ウサギさん。望むところピョン、過激弾。覚悟は決まったかな。う、シャドウ。ふふふ、私も時間はあまりないようだ。ここしばらく踊り続けなのでね。働きすぎは体に毒だ。よくね、よく遊ぶことも忘れてはならん。その言葉そっくりお返ししよう。ではそろそろ行くぞ。この町は守ってみせるわ。あ、一応味方の番味方の番だけだとさくらしか動けねえ。どうすっかな。援護をつけてこいつを倒すか。うわー、無理か、剥がせなかった。え、勝ってんだけどブロックが。オーリャ、真っ赤にたぎる遊びの地、オーリャー。コスモスを投入して、あーでも防御力がそんな高くないんだな。あれだけで1万当たったかんな。来るな、完全防御しよう。最近必殺技食らうと死ぬからな。装備を買うとね、すっかりお金がなくなってね、アイテムを補充するお金がないんですよ。華麗な演技を見せるわ。幸せ暗黒球。次はポキラ。クロウは倒せるんだよね。クロウは大勝利です。おっと、複数攻撃か。こいつ必殺技使ってくんかい。ヘルどうだ俺のカウンター力は。いいね、やっぱり。死ぬなよ。この勝負、これはもうもらったな。どうしよう、攻撃しよう。攻撃できねえし、死んだし。ダメージを食らいすぎたな。必ずもう死者が出るようになったな。こいつの人物いくつ。3万5000あんのか。ここあれだな、プラズマフィールドを発生させようと思ったけど SP がそうかないのか、まあ、ロージストはねいっぱいあるんで。プラズマフィールド展開で、ちょっと状態異常になってるやつらは回復させて、一回チョコ食うか。チョコもすげえいっぱい持ってっかんな。で、シャドウどうしようかな。後ろとか横が取れなそうだからな。倒せるやつから倒していくか。
ブロックはちょいありか。こう見えても先生ですから、ね、彼らの術必死にそうします。ベンチも甘い。おー強え、やっぱり強えわこいつら。必殺技使わなかったのがでかい。勝利の意味だ。よし、ちょっとあと上のやつらを1万か。行きます。コスモス、ブロックあるな。みんな行くわよ。自力で外さないといけないか。コラボレーション、ちょっとアレックスに行くわ。 OKOK、とことんお送りします。以上、うららとこの方でお送りしました。ほんとうまくいったわ。次、ボスはちょっとまたほっとくか。真剣勝負。横、後ろが取れないよ。あ、後ろ取れるな。じゃあ通るだし、これ探る。クロスオーバーと満点の本当のブロック力があんまりないんだよな。変わらわり、真っ赤にたぎる遊びの地、緊急爆撃、さらばだ友よ。楽勝だったね。おっとっと、また来るか。いろいろ避け始めてるな。これ別に建物がね壊れてるわけじゃないんで。ん、またビルに穴が。まるで連続召喚、歓喜の門が勝手に現れているみたいに。連鎖的に次元が脆くなっている。くっ、まずいな。ここまで踊りエネルギーが大きくなっているなんて。おお、だんまる。ま、そりゃ来るか。宝箱がいるじゃん。キャハハ、ここが未来の帝都か。いいね、感じるよ、横島なる力をさ。始祖に続いて、だんまるまで。このドクロ坊様もいるのである、ガッハハ。てめえ、周りにいるのは、バーゼルのモンスターじゃねえかよ。兵隊が足りなくなってきたのでな、ひとっ走り行ってきたのである。え、その穴バーゼルとつながってるの？それ以前にドクロ棒は落ちた腕にいたのよ。そこからバーゼルへ。だいぶ分かってきたよ、どうすればどの世界に出られるのかをね。あなた、そんな技術を手に入れたの？ビルには横島が集まる。ニューヨークと同じさ、そういう場所であれば簡単に移動できる。その力を行使して何をするつもりですか？パリのオーク巨樹と同じさ、あらゆる町とニューヨークをつなげるんだよ。交通の便が良くなるのである。そんな理由なの？間違っちゃいないよ、ニューヨークへ道をつなげるという意味ではね。道をつなぐ？何か運び込みでもする気か？鋭いじゃないか大神一郎。流し込むんだよ、横島なる力をニューヨークへさ。ニューヨークに？そんなことに何の意味があるの？かつてニューヨークに魔女安土が復活したとき必要だったもの覚えてるかい、ジェミニ？土地、黄金、虫、生、世界から集められた力はそれらに匹敵するのさ。そしてニューヨークのリトルシップシアターには信長様の魂が封じられていた覇王の剣がある。どういうことかわかるであろう、ガッハッハ。安土城の復活、時空に開いた穴をエネルギーの供給パイプにしようってこと？まったく、悪党というのはどうしてこう悪知恵が働くのか。この機会は逃さないよ、ジェミニサンライズ。お前との決着もさ。信長はもういない。どうして静かに眠らせてあげられないの、ランマル。うるさい、あの方も復活を望んでいる。そうに決まってるんだ。やらせないよ、他の世界に迷惑をかけることも許さない。ここは僕たちの世界じゃない。好き勝手やっちゃいけないんだ、森ランマル。お宝解雇、ゴールデンミミック、出現後5ターン。向かわせよう。こいつを単独で。ここはもうちょっとな。戦闘に忙しいからな。大神さん。天地一新。柔らかくしなやかに。仕掛けてくれ。ゼロ。ダメだ。ここが大事。天国と地獄、どっちもね。ヨーダンス、ガブリエル、おし、
禁物だ。プラズマフィールドやっぱ強いな。行くぞ。ま、倒せれば技も使っちゃって倒すか。ライトニングウェブ頑張ります。キャプテンコマンド剣山一斉射撃攻撃タイムランチャー魔法のコネクトだ。赤レー発射ゼットセイバーパワーグローブフルパワードキャプテンコルド任務完了。赤レー発射ゼットセイバーオーケー。敵の撃破に成功。データを取っておくか。ここは平均的にメンバーが揃ってるな。面白い。完全防御。ストライダー気流をお宝解雇に向かわせるか。ちょっと援護したいと思います。バリバリ中央機ダウンファイヤーボールプレッシャータックおにがりおいしいテンションブラスター。ギターで衝撃を止まりなさい。はっ、ユー、パンハが半端ねえな。これで終わりよ。硬いです、すごく硬いです。めっちゃ硬いです。出番だピョン。おお、こっちに来たピョン。ゲー、反撃できねえし。てかゼファーパシロ組の反撃マジいいな。使える。あ、こいつはでも動かないな。となるとだよ。ちょっとプラズマフィールドもう一回展開しとこう。プラズマパワーで。で50か、溜まってるのが。こいつをなんとかな、後ろからぶん殴れないか。5万5000か、ブロックはないにしても厳しいな。ちょっと待って、今ブロック崩しが1万3000とか当たったんだけど。どういうこと。防御力が弱いのか。普通の攻撃だけ7万4000とか。モロ星人の侵略メカを相手にするのもこれを最後にしたいと思います。あ、宝箱取ってねえや。あっちに変なのが出てきたから。じゃあコスモスで頑張るか。ブースト使おう、どうせ。で、ストライダーフィリーはちょっとな、こっちに行きたいからな。な、誰かを攻撃しておきたいっていうのも一つあるけど、後ろからシャドウを狙うか。ブロックはありだな。まあでもすぐ外せる。正義の雷を受けろ。キャプテンコルド任務完了。うん、これは無理か。935。なかなかどうして。うお、オーガンって複数技どうなってんだっけ。持ってねえし、そもそも複数技でちょっとまとめて倒そうかなと思ったけど。じゃあ普通に行くか。まっ、これを外して終わりでしょう。ぬ、おお、シャドウ、踊り団の野望は私が打ち砕いてみせるわ。うらな。何ですか。あら、どうして私の名前を。私は踊り団を。私は宇宙海賊。シャドウ、どうしたの。あなたは何者なの。踊りエネルギーが暴走している。この街は、そして私は。作戦は中止だ。また会うぞチャンネル5。我々の時代で、我々の宇宙でな。え、こいつの正体何なの。踊り団諦めたのかな。私の知っている人かもしれません。元の時代に戻ったら突撃リポートを行おうと思います。ふう、こんな目にあっても仕事熱心ですね、うららさん。リポーターはいつでも本気です。スペースチャンネル5。一応行くか。ドクロボー、こいつなんでこっち向いてんだ。後ろ取れんぞ。外すか。こいつの外しはな、あんまり。お化粧が落ちそう。爆発電車だ。カチカチよ。終わりよ。硬くて軽い、す
おお、スピーチした。まあいいさ、まだ打ち行くぞ。攻撃しておくか、こいつも2万7000あるからな。ガード1か、1だったらね、これで外せんな。甘く見ないでください。誰も傷つけさせない。これで終わらせます。さすがだ。こっちに来るか。完全防御だな。やらせません、やらせませんぞ。まあダメージを食らわない限り反撃カウンターもゼロ。まあ普通の敵でも7000食らうからな。剣と召喚術で助けます。2万くらいだと余裕で倒せんな。38レベル。もう覚えるもん全部覚えたのかな。9000。まあしょうがない。わあ、8万もあんのか。まずこれは飛んでっちゃうかな。これでこっから攻撃と。1万45。いいよ、押し倒した。熱き血潮で恋勢を求め。恋。やっぱりプラズマフィールドだな。反撃135、死ぬからな。死ねば楽になるのにさ。真っ二つに切る系が多いな。でも死んでカウンターっていうのも。うわ、あいつは逃げてった。まずいぞ。これ今、何ターン目だ？X 復活させよう。状況は？プラズマフィールドもう貼っちゃおう。あ、間違えた。あ、合ってるか。プラズマパワーで。正義は勝つ。ライジ。おお、11番。ライトニングウェブ。今が正義を貫く時だ。カルゴ。インサイドスライジングファイヤー。もらった。バッター。セイバー。チェック。アジショット。ゼロブロック発射。キャプテンコマンドが裁く。キャプテンコルド。ミッションコンプリート。敵の耐久力が想定を超えていたか。オーガンを。おはようだ。全員つけて。これがプラズマの力よ。一瞬。勝機は逃さん。よっと。勝った。インドリード。天国と地獄、どっちもね。逃げられはしない。ダブリエル。ダブリエル。ラファエル。来ないで。使おう。倒そう。エリカ、クレープとプリンが切れちゃいました。エネルギー切れのように言うね。山とは何ぞや。これを取って発見しました。カスタムパーツ、違法カスタムパーツっていいんかい。あ、ここのブロッカー寿司がいねえのか。ブロッカー普通に外すときって普通に強い攻撃をした方が外しやすいのかな。やっぱりしました。カウンター、カウンター、構わん。あれを使おう。オプション B。 オプション B 問題ない。 OK。 掃除はジェミニにお任せ。おや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 。オーガ方針。スキッパーしたらオーガ方針。よし、ウッサーを倒した。ウッサー、ウッサー、どうしてピョン、どうして勝てないピョン。正義は必ず勝つのよ、シゾー。シゾー、ここは俺たちの町じゃない、お前の町でもだ。ぐー、このシゾー様に向かって過激弾。
同じなのはこの町もパリの町も私たちが守るということだけです。うっさー、町がある限り怪人はまた再び現れるぴょん。いつの日かまたパリの爆発した。ふう、しぶといやつだったね。何度来ても結果は変わりません。私たちには神のご加護があるんですから。次元 Y 極を確認、さらに異世界との接続が確認されました。踊りエネルギーだけとは思えん。新しく現れた金の鎖の影響か。大神さん、もしかしたら。ああ、ここまでパリの怪人、ニューヨークの魔人が出てきている。残るのは帝都のコーマ。決着をつける時なのですね。スペース探知機がモリモリ反応しています。何か来ます。勝負だ。上に現れたな。ショップだし。あら、まあここは過去の地球って、あれ、順番的にお前じゃないだろ。せっかく覚悟決めたってのによ。そう申されましても。シルフィ、どうしてここに。それがわからないのです。ダストワールドに転移したはずなのですが、勝手にこちらに引き寄せられたような。ただドジっただけじゃねえのか。ボタンを押し間違えたとか。本当にそうか、シルフィ。すまないが残ってくれ。調べてもらいたいことがあるんだ。こう見えて、私は忙しい身でございまして。大神。シルフィ君、君の服が欲しいんだ。あまりにも綺麗だから。もう仕方ありませんね。ちょっとだけですよ。よし、引き止め成功したぞ。大神さん、ここ最近連発しすぎです。でも、シルフィさんに何を調べてもらうんですか？お話中のところ失礼します。新たな次元の歪曲を確認しました。また穴が開くのか。まるで世界が食われているかのようだ。ニューヨークとパリのウサギさんには二人ともビルの穴から出てきましたよね。つまり今度こそあの人が。シルフィ、周囲の空間がどうなっているか分析してくれ。調査費用は支払おう。そうと決まれば。これお金さ、どっから出てんの？敵を倒しただけじゃ足んないっしょ。だって俺が買い物してるもん。ハヤトじゃないか。あれ、また違う。ハヤト、ピラミッドで別れたハヤトがどうして。今度の穴は遊園地じゃない方のマーベルランドとつながってるの。邪魔だ。俺の邪魔をするな。調子悪そうだな、おい。けどこれってチャンスじゃね。ああ、グランドマスターの残党は倒れ、シャドルーもこの場にはいない。そうね、ハヤトを惑わす敵がいない。今こそ来たー。それは残念だったわね。コーマ、あやめ。ナイスタイミング。オーマとは別行動をしているようだな。お前もシゾウやランマルと同じ目的か、あやめ。今この地はあらゆる世界との中継地点になりつつあるのよ。オーマの計画はもう最終段階に入ろうとしているから。やはりあの鎖はサルベージのためのものではないか。どうしてそれを教えてくれるの。あの鎖の力は別のものに変わりつつある。それによって私をこの世につなぎ止める。コーマの呪いも弱まっているわ。もう少しなのよ、大神くん。あやめ、いや、あやめさん。終わりにしましょう。いいえ、終わりにして。あやめさん。ぐ、何をグダグダと。ふんふんふん。そう簡単に我らコーマの恨みは消えない。この男もそうだ。殺してあげる。そして再びコーマの世界を。俺は自由だ。この体は俺のものだからな。ぐ、ジューン。ハヤト、あなたやっぱり。ジューン君、戦おう。二人は苦しんでいる。そしてそれを救えるのは私たちだけよ。ええ、ここが最後の、そして唯一のチャンスだと思う。その通り、戦って救うんだ。俺たちの大事な人たちを。さらば愛しき人よ。救えないな、これは。俺の手で葬ってやろう。てか、こいつをなんとかしたいからな。
射程が増えるやつってなかったっけ、こいつ。あった。子供には早いぜ。ちょ、ブロックダメージ 40% あって、使っておこう。打ち抜くぜ。よし、運命。めっ、おお、めっちゃ硬い。マジかー、これは。だがブロックさえ壊せばなんてことはなかった。料理は得意だから。全然満たされた感じがしないぜ。イエーイ。めっちゃど真ん中にいる。死んだなこいつ。最後にカウンターを。あれ、こいつカウンター持ってなかったっけ。19000ごとき一撃だ。切ります。もう誰も傷つけさせない。目標を殲滅。お前も逃げるのかい。反撃ができない。おお、ってか死ぬ。届くか。行くぞ。始めましょう。ちょっと届くな。そうだな、倒せるときに倒しとこう。めっちゃ硬。先生を甘く見ないで。社員セーブ。本気で。厳重プリム。最後にヒットポイント回復を使おう。いいよし。まあまだちょっとプラズマフィールドは使わなくていいと思うけど。で、ちょっと読み4つしかない。あとどうしよう。結界使おうかな1個。ほい、完璧だ。本当はな、あのウッサーを攻撃したいけど後ろから狙えるし、これ食らったら死ぬな。でも反撃の、まあいいや。私の本気見せてあげるね。ねま、せっかく後ろ取ったんだし。同じ失敗を繰り返す気はない。うおー、26000。どうだ。死んではないけど死ぬな。確実に22000。あれ、死んでカウンターやっぱ出ないの。こいつはもう別にいいっしょ。きっちり射程外から攻撃してくんな。37000か。もう誰も傷つけさせない。まあ37000はさすがに無理だな。攻撃だけでいくのは。どうしよう。死ぬから応戦しなくていいや。まだ死ねない。よくやった。あたし、あ、しまった。こいつだったか。死ぬ。確実に死んだ。なんてことだ。やばいぞこれマジで。まずはちょっといっぱい生き返らせるやつあったよね。これだ、1個しかない。いいじゃん、使っちゃおう。再開で、ここでプラズマフィールドを展開しよう。ランマルに攻撃を仕掛けるか。正面からしか行けないな。ランマルはブロックなしか。オーケーオーケー、ちょうどいい。チェックメイト。それでも微妙な感じだな。警戒レベルを引き上げます。横からいけるな。なんか使おう。ムーブプラス2。
ま、今更ね、クロスブレイクダメージ 100% アップ。気合いダメ。20回復、いいね、クソ。これ何回も使える110、130まで。これ150溜まるんじゃないか。まず1回こいつで吹っ飛ばしてから、攻撃を開始と。よーし、39レベルかもうこいつ。なんかめっちゃ回復したぞ。なんでだよ、なんで僕がこの横島の集まる町で、僕が町に集まるものはそんなものだけじゃないってことだよ、ランマル。なんだって、言ってみなよ、ジェミニサンライズ。わからないの？信長が最後にどんな気持ちだったか本当にわからない？その名を、あのお方の名をお前が簡単に口にするな。僕は諦めない。僕だけが。消えた。まだ動けたか。倒してしまいたかったが。ダンマル。こいつは、ハヤトを倒しておくか。これは確実にいけるな。さよなら。ぐわー、これでどう、ハヤト。消える。俺が、俺の自由が、俺の体が。断ち切ったか、奴にかけられた呪縛を。至急神崎隼人の収容を要請します。シルフィー、はい、店内へ転送します。やったの？殺した。やったよ。ああ、シルフィーに収容してもらった。ようやく身柄を確保できたよ、ジューン。ふう、よかった。やっと戻るのね、隼人。あ、宝箱取んないと。ストライダー、ちょっとこれは宝箱に向かおう。こいつを倒しながら、家庭こうのこうだな。まずはシャインセーバーから召喚。発動できる。ナイスチャージ。ストレート。もう誰も傷つけさせない。先制攻撃。後ろだ。突切る。終わったな。大丈夫か。X がちょっと減ってるけど、まあこっちからぶん殴るか。15,000。ちょっとブロック外すか。パワーグローブ、フルパワード、キャプテンコルド、任務完了。敵の耐久力。オーケー。行きます。おはようだ。20,000。華麗な演技を見せるわ。諦めず登場。活路を切り開くんだ。そこがナイス。インドレイ。これもプラズマパワーだから。うん、倒せんな。よしよしよし。いい戦いだった。君のこれは必殺技使ってくんな。無駄なのだよ。反撃できないところに来ると。てか、ヒット分とかやばい。7900。大丈夫っしょ。一番死んだ。舐めてた。完全に舐めてた。12,000とか。復活薬がマジやばい。3個。くっそー。なんてこった。どうしようかな。下に、まずこのアタッシュケースを回収してから、塩ナイト。よくわからん。あ、一応プラズマフィールド貼っとくか。あやめを倒すから。6万7000か。2人でやればなんとかなるかな。教えた、こっちじゃない。
チョコレートちょっとくとこ。チョコレートあれどこだ。あ、これか。ヒットポイント回復薬はねだいぶあるからいいんだけど、 X 後ろ取れないな。なんかいいのないかな。でムーブプラス1しても微妙なんだよな。サイドアタック50か。じゃあちょっと X ここに配置して、これで連続攻撃で勝負をかける。チャンスサイドフォロー、サイドサイドサイバーブルー、ジェット。悪は滅びる、それが世の常だ。キャプテンコルド、ミッションコルド、オーケー、もらった、切り刻む、ほい、落ちろ。あとは横から突っついて必殺技を使えばなんとかなりそうだな。死ぬかもしれん。これはもう死んだら蘇らせない。ここまで来てれば。私ですね。たく全く余計なことをしてくれるこいつは。先生に任せちゃってください。しびれますね。でこのコーマを最後に残しておこう。宝箱取るまでは、まああと1個だけど。で、あやめは倒す、倒すけど移動力が全然足りん。もうオレンジ組で SP 回復だよ。ムーブプラス1。風作戦だ。いける、いけるね。よしよしよし。でサイドアタックかけよう。直転やりましょう。行くぜ。天地ガグラディエイター出撃。この距離なら援護する。しっかりと目に焼き付けなさい。倒せるな。よくやってくれたわ大神くん。あやめさん、コウマの恨みが、執念が消えていく。これでいい。あやめさん、これでやっと。さくらさん、こんなことを繰り返させてはダメ。大魔を止めなさい。あやめさん、あなたの心が無事に帝都の地までたどり着きますように。ありがとう、頑張ってね大神くん。飛んで爆発した。大神さん、救うためとはいえ辛いね。大事な人を何度も。あやめさんは辛そうじゃなかったよ大神さん。ああそうだね大神さん、この戦い必ず私たちの手で終わらせましょう。あ、こいついた、忘れてた。後ろ取ろう。132残ってるしな。ごめん、俺のプレゼント。スキッパー撃ったね。スキッパー撃ちん。スキッパー撃ちん。岩に叩き込むぞ。緊急撃ちん。スキッパー撃ちん。やぼっ、バカな。こいつどう思ってんだろう。みんな死んでいく中、我が輩だけなのであるって。ギャボー、ここまで来て、ここまで来たのにである。ドクロボー、その鎧じゃもう戦えないよ。ちょっと待て、争いは何も生まぬ。そうであろう。え、まあそれはそうですけど、ここは一つ、いつものやつをやって大団へと行こうではないか。鎧から煙が出てますけど、脱がなくて大丈夫。ほれほれ、行くのであるぞ。勝利のポーズ。かわいそうすぎる。ああ言わんこっちゃない。これにて一件落着。最後までドクロ棒はドクロ棒だったね。じゃあ宝箱を取って終わりにしますか。なんて厄介なところから攻撃を仕掛けてくるんだこいつは。いきますよ。メイメイのお守り。もうもはや何が何だか分からん。一応横から行こう。2万くらいだったらね楽勝なんだけど。ドーンと決めちゃいます。しびれます。もう誰も傷つけさせない。さすがの安定感だ。勝ちましたね。お腹すき。よーし、ステージクリア。シルフィー
ハヤトの様子は？はい、治療用カプセルでぐっすりとお休みです。彼も優れたスターグラディエイターだ。協力してほしいが、今の容態では難しいか。シルフィ、神崎ハヤトをスターグラディエイター隊に搬送してくれ。かしこまりました。今回の戦いで結構敵を減らせたんじゃね？ラッキーだったな。そうだね、あやめさんも救うことができた。これでよかったんだと思う。大神さん、俺たちは前を向こう。さくらくん、戦いは終わってはいない。その通りだ。きっと涙は最後に見せればいい。今は前へ、仲間と合流するぞ。あ、ちょっと待ってください。ここをこのままにはしておけません。穴を塞がないとね。穴だらけになっちゃってる。壁に開いたワープホールを塞ぐ必要がある。新たな侵入者があるかもしれん。確かにな、背後を突かれても面白くない。全くその通りだけど、どうやるの？かなり大きい穴もあるけど。シルフィーがいい時に来てくれた。空間修理用の装置なども扱っているだろう。あれは業務用ですので、お売りすることはできませんが。この世界のために使ってほしい。報酬は何か買わせてもらうということでいいか。仕方ありません。お得意様のためですし、ここは一肌脱ぎましょう。その脱ぎたて、いただこう。黙ってバシロン。私もコマンドチーム用の装備を使おう。他のみんなは警戒に当たってくれ。了解です。警戒モードへ移行し、作業完了まで待機します。ってことは次は第3部隊のところか。あと誰残ってたっけ？シンラの人たちがちょっと思い浮かばないんだけど。まあいいか、ショップを見てみましょう。お金がね、いかんせんないんですよ。11万。これとこれはだって買いたいから。バックアタック 10% アップっていいね。でこれも買って、でも2万円余ってんな。復活薬だ、復活薬。だいぶ死ぬようになってきたからな。復活の新薬って何？ああ全員か。4万円すんのか。あ、でもこれ5000円で買えるのか。だったら4つ買えるな。ちょっと全財産を使って813位になってしまった。はい、というところで第39話これで終了したいと思います。